I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Please enjoy the video. And sorry if I sound funny, my allergies are acting up. So yeah, that's why I am sorry.私たちにちゃんとなかったね。
やっぱり兵士もいます。結局どうすんだ。いっしょか。ここは私に任せて。なるほど、兵士の料理を潜入するわけですね。でも私たちはどうすれば。私に捕まってフリーをすればいいのよ。なんだそいつらは。侵入者だ。あの妖精の娘を助けに来たんだろう。フェアリーテイルか。陛下も国防大臣もいないし、牢に入れておくしかなかろう。了解。おい、牢はこっちだぞ。すまない。ここに配属されたのは最近でな。うまくいったな。姫様、今が好機かと。そうですね、始めましょう。エクリプス2計画を。行きましょう。力の振り合いできることで。
たちに来ちゃったんだね。できることなら誰にも見つからずに城を出たいな。あの待ってください。雪乃、エクリプス計画は今夜実行しなければなりません。大臣から指揮権を奪い返す必要がある。力を貸してくれないだろうか。なんで俺たちがやんなきゃなんねんだよ。人類の危機が迫っているのです。エクリプスを起動しなければ。まず姫に会われるがいい。その上でエクリプスが正しいかどうか君たちで決めてくれ。構わない。そういうんだら仕方ねえか。考えられるのと姫に真実を問いただしましょう。誰だお前。姫様、大変です。魔導士に脱獄されました。やはり。ダートン、陛下ともにドムスフラウンに行ったのでは。あなたこそ裁判を待たずにアルカディオディを総合するなど。そこまで見通しでしたか。さです。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。これは誰にも言ってはならないとあの方だと約束だったのですが、あなたには話しておいた方が良さそうですね。エクリプス数計画のこと、これが本当のエクリプス数計画。この計画が失敗すれば明日この国は滅びるのです。なりません。私たちはあなたの言葉は半信半疑です。あの方未来を教えています。大学応援部の結果をしているのです。あるギルドがありえない結果で優勝すると聞いています。特殊な結果で予想は不可能。もしもの結果が現実になることがあれば、私も方を信じようと思うのです。それに足る結果なのです。私は未だにその結果を信じられないです。あの方の未来は全て真実と言ってもよいでしょう。私はエクリプスの扉を開きます。あの方は未来から来たと言いました。鍵はすでに用済みです。昨日のうちに12の鍵を使い、エクリプスの錠を外しました。あと扉を開くだけです。人間の手で。私一人で無理です。だからあなた人間かと、
本当はアルカディオスに出て欲しかった。扉を開くかどうか大魔導演部に結果次第。今大会を見守りましょう。なるほどな。
姫の女王をした謎の未来人とはこいつのことだったか。しかし気になるな。町は大魔党演武を制しているラクリマがそこら中に配置されている。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。ジェラール、彼には全部話してある。今対策を練ってるだから。対策を練る？ごめんね、私は未来来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるかわからないの。やはりお前が姫にエクリプス2を助言したはず。それと4日に来たというのも嘘だ。何のために仲間に嘘をつく。本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。今日までどうしていいかも分からずに街をうろうろしてた。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな、俺たちの未来のために。必ず未来を変えてやる。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改め、エクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先に進みましょう。アルカディオスさんがいません。何？なんで勝手なことするかな。アルカディオス大佐、あなたには王国反逆罪の容疑が。姫はどこに。いや、すでにエクリプスのところか。確かめねばならないことがある。あれは嘘をついている者の涙ではない。嘘をついているのは姫の方だ。また出てきやがった。やるしかねえか。アルカリオスさんを探さなきゃ。それにエクリプスも気になる。張り切っていきましょう。ここに集まっているのはすでにエクリプス2のことを知っている者たちですか。ええ、今すべての兵に情報共有させています。あの未来から来た方の言葉は真実でした。これよりエクリプス計画は第二計画に移行します。ゼレフ教を消滅させるための第一計画は破棄なさるのですか。いいえ、今は目の前の脅威を取り除くのです。我が主君の言葉を疑うなど騎士道にあってはならぬ。あなたの言葉が正しいとき、私はこの命を捨てましょう。一瞬でも我が主君を疑った不名誉とともに、私は死ぬ覚悟です。姫、真実を語ってください。アルカディオス様、これは一体。私は姫の言う未来人に会いました。エクリプス2のことなど知らなかった。これから起こることは知っていたが、対処法がないと涙を流した。いいえ、あの方ははっきりと対処法を私に示しました。ではその未来人が嘘をついていると、私には
彼女が仲間を騙して得することが思い浮かばない。彼女、私に助言した未来人は男性の方でした。そうか、そういうことだったのか。ジェラール、俺はこんな単純なことを見落として。どうかしたの？未来のルーシーは7月4日に来たと言った。しかし実際には3日の24時。毎年謎の魔力を感知しているのにやってきたのは最近？いや、7年間我々が感知していた魔力の正体はエクリプスで間違いない。今年はそれが人間だった。エクリプスというゼレフ書の魔法を使って未来からやってきた。そのためゼレフに似た魔力が体に残留してしまったんだ。もし未来から来たルーシーの話を全て信じるなら、ルーシーが来たのは3日の夜。ならば7月3日の夕刻に見たルーシーは、俺が3日の夕刻に見た人影はルーシーではなかった。もう一人いたんだ。もう一人いたってどういうこと？そいつもエクリプスを使ったせいでゼレフに似た魔力を帯びている。ルーシーは未来を救うために来た。もう一人は何のために来た？もう一人の未来人、狙いがわからん。城へ急ごう。さて次は、お前誰だ？影が伸びる先は過去か未来か、人の心か。懐かしいな、夏ドラグネ。俺はここより先の時間から来たローグだ。ローグ？あのセイバートゥースの？未来から来たっていうのは？私以外にも。なんで？お前、なんか雰囲気変わったな。何しに来たの？未来から。扉を開くた。エクリプスのこと？エクリプスには二つの使い道がある。一つは時間の移動、もう一つは攻撃用兵器、エクリプスキャノン。1万のドラゴンを倒せる唯一の手段。1万のドラゴンを倒せる？じゃあ話は早えな。味方ってことじゃねえか。やった、ドラゴンを倒せるんだね。未来は救われるんですね。いいや、話はそんなに単純ではない。俺は今から7年後の未来から来た。7年後、世界はドラゴンによって支配されている。生き残っている人類は1割にも満たない。もちろんエクリプスも現在ほどの力を持っていない。今ここでドラゴンを止めなくばこの世界は終わる。だから扉を開けてぶっ放すんだろ。ドーンって、単純じゃねえか。しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを邪魔する者がいた。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かいエクリプスキャノンを発射できなかった。世界を破滅へと導く者がいた。俺はそいつを抹殺するためにここにいる。そうね、その人にも事情を話せば邪魔なんかしないんじゃないかしら。何も殺す必要はない。大きな時の接合点では言葉で行動を制御できない。たとえ今説得できたとしても、そいつは必ず扉を閉め、そう決まっているのだ。決まっている？運命からは逃げられない。生きる者は生き、死ぬ者は死ぬ。扉を閉める者は扉を閉めるのだ。たと
何があっても生きている限り。よくわからねえ言い回したな。つうかその邪魔者って誰なんだ。お前だ、ルーシー・ハートフィリア。ルーシー、ちょっとあんた、ルーシー。ルーシーが二人だと。しっかりして、ルーシー。私、扉なんて閉めてない。分かってる、私はそんなこと絶対しない。なんで自分をかばったの。あんたの方が過去の私だから。あんたが死んじゃうと、どうせ私も消えちゃうの。自分に見取られて死ぬのって変な感じ。私だって変な感じよ。死なないでよ。もういいの。二度と会えないと思ってたみんなにもう一度会えた。私はそれだけで幸せ。ルーシー嫌だよ、死なないでよ。私はこの時代、この世界の人間じゃない。この世界の私は仲間と一緒に生きていく。悲しまないで。悲しいよ。どこの世界から来ようと、誰が何と言おうと、ルーシーはルーシーだよ。仲間なんだよ。悲しいに決まってるじゃないか。ギルドマーク見せて。あんた右手。ナツ見て、フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃな。あと冒険したかったな。未来を守って。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ。私はそんなこと絶対しない。なのに今はな。だが数時間後にはお前は扉を閉める。私は扉なんか閉めない。めちゃくちゃなこと言ってあんた、誰が目的なの。扉は閉まる、そう決まっている。お前が生きている限り。私は自分を信じる。お前の言葉に真実などない。全ては運命によって決まっていることだ。運命なんか焼き消してやる。ルーシーの未来は誰にも奪わせねえぞ。未来を守って。約束する、ルーシー。ここから離れろ。でもここは夏に任せよう。狙われてるんだよ、あいつから逃げなきゃ。逃がすか、シーハートフィリア。
そのやつだったか。サイエンスは人を変え、ここで死ねる。ラズドラグニル、お前は俺の目の前で大切なものを奪った。お前のやり方は信じる。俺は俺たちのやり方で未来を守る。それがお前の力か、ナツドラグニル、モーデ、アクエリン。俺は光と闇を創造する。スティングを殺して奪った力だと言って、この時代から見ればもう少し先の話だけど。お前、すまん。よいしょ。なんとも思わねえ奴だったが。そう、お前もここで死ぬ。お前がどんな力を持っていようが、ここから先へは行かせねえ。もう二度とルーシーには近づけさせない。ハクエールを死んだ。テイクオーバー。力のぶつけ合いっていうことでいいのよ。
もう一人の未来から来た男に。その男は言ってた。私が扉を開くのを邪魔したせいでエクリプスキャノンが撃てなかったって。だから君を殺そうと。邪魔をするのですか。そんなことはしません。だけどどうしてドラゴンが来てないのに扉を開いているのか気になるんです。単純なことです。攻撃までの時間がかかるからです。ドラゴンが現れてからの買い物では間に合いません。本当にドラゴンを倒せるんですか。全部確実とは言えませんが、最悪の事態に備え陛下も策を講じているはずです。というわけで大魔導演の余韻に浸る暇もなく大変心苦しいのだが、今この国は存亡の危機にあるとさっき聞いた。一番のドラゴンでぞ。今城では大規模な作戦が遂行されておる。エクリプス計画、この作戦の目的は一番のドラゴンを一掃するというもの。しかし相手はタイミングで必ず数頭、あるいは数百頭かが生き残ると推測される。魔導士ギルドの皆さん、どうか私たちに力を貸してください。生き残ったドラゴンを皆さんの力で倒してほしい。この国を救ってください。おう、当然だ。任せとけ。私たちの仲間が王国軍に捕らわれているのだが。無事です。さっき姫と合流したとの報告が。よし、もう一暴れするか。ドラゴン、俺たちの出番ってわけだな。頑張れ、シンガドン。クロンも応援する。すべてのギルドの意志が一つ。いいよ、みんな戦うな。お前との共闘も懐かしい。足引っ張るなよ。大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。カモ、見ろ、人類の希望の扉が開く。勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。姫がピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に。これで未来が救われるんですよね。うん、未来から来たルーシーさんも伺いますね。ルーシーさん、ダメ、扉を開けちゃった。ダメ、今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐその扉を開けちゃダメ。ルーシーさん、どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これが大軍のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あの扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのはエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君に荒らせられず。あの扉は400年前とつながってる。何、すごい地響きだ。
そうだ。こんなの勝てるわけねえ。もう一度出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの。早く。そこの段差でこのトリガーを引くのね。セフェル魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんですね。また一個現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないですか。次から次へとドラゴンが出てくるよ。なんで扉が閉まらないの。私の選択のミスで世界が終わる。世界がドラゴンの怒りに染まる。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って泣いて生きていくんだ。だから私は未来を守る。この地響き夏どうしたらいいの。行かなきゃ。約束したんだ。未来を守る。私の力が足りない。私がいます。よきの、ルーシー様、報道住民の鍵を出してください。私の鍵と合わせて住民の鍵で扉を封じます。セフェル、ルーシー様、わかった。鍵は王道中規模の精鋭たちを、悪しき者を封じる力を貸して。開き、十二門の扉、ゾニアク。すごい、全部の精鋭が。何頭のドラゴンが出てきた。7頭です。やってくれたな、ルーシー、ユキノ。だが7頭もいれば十分。ナツはどうしたの。正直、1万は制御しきれん。何の話。あの方は私に未来を告げた。
奴が姫を騙した未来人。まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ども。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士ども、皆殺しにしてこい。ドラゴンがあいつの言うことを聞いた。さっき制御とか言ってたが、まさかドラゴンを支配する秘術、そういう魔法。あいつの目的は何なの？ここはお前に任せるぞ、ジルコです。ハッハッハ、うまそうな人間どもだ。あいつはドラゴンの墓であった。我らのアトラス・フレイ、貴様に地獄の炎を見せてやる。ドラグニュー、街を見ろ。もう何をしようが手遅れ。終わりだ。お前の目的は何なんだ？7年後、世界はドラゴンによって支配されていると言ったのを覚えているか？だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギー。たった一頭のドラゴンによって世界は支配されている。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出した。アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか？それだけではない。アクノロギアを倒せば俺がドラゴンの王だ。お前支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか！熱流魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞ、ドラゴン狩りだ。エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は1万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして2つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後、アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきてこの世界は大混乱に陥った。
行くぞ、ドラゴン狩りだ。無駄なことを。人間はドラゴンには勝てない。みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザークエア、スレイヤーのイネギルドを助けるんだ。ナツさんの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない、仲間を守る勇気をだ。スティングか。ウーマ様、感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは前へ進む。